しみ最新不動産情報。どうもベタの住みます芸人ダブルシュッシュースケです。本日やってまいりましたが7区です。7区ふみふんエリア、僕マジで初めて来ました。もう全くわからないのでもう早速呼び込みたいと思います。今日紹介していただくのも江野先生杉本さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、ちょっとそのふみふんの中心地より離れてますよね、はい、そうですね、少し南側に位置しますね。ここなんていう名前なんですか。はい、このミッドタウンというコンドミニアムになります。これいつできたんですか。僕マジで知らなかったです。大きくブロックが4つあるんですけれども、はい、一番古いブロックでだいたい3年前ぐらいに出来上がってます。へー、はい、で一番新しいブロックですね、はい、ピークというブロックですけれども、はい、こちらは日本人学校の隣にあるタワーでして、これはここ最近完成したばかりのタワーになります。あちらに見えるピークというタワー、はい、そこの向こう側の道路を渡ると、日本人学校がございます。もうじゃあ徒歩圏内ってことですよね、はい、徒歩で行けるという、すごい。じゃあ日本人の方にはすごい選びやすいコンドミニアムですね。おっしゃる通りですね。はあ、で、まあ、飲食店もこう見た感じありますし、はい、スーパーとかもあるんですか。小型のスーパーマーケットですね、はい、Kマーケットだったりは入っていますし、あのコンビニのセブンイレブンさんなんかも入ってます、はい、ただ大型のスーパーというのがまだ敷地内になくてですね、で歩いて、5分ぐらいのところに、はい、イオンさんのシティマート、あー、はいはいはい、未改装になっているシティマートがありまして、はい、さらに奥のですね、新しい別のマンションの地上階には、アンナムスーパーが、おー、いいですね。あ、めっちゃいい、はい、そして今回紹介していただくお部屋はどんな感じですか。はい、真ん中にあるタワーのシグネイチャーというタワーですね、ブロックですね、はい、こちらの23階スリーベッドルーム130平米の部屋をご案内します。広い、はい、ご家族で選びやすい場所となってますね。じゃあ早速見に行ってみましょう、はい、レッツゴー。うわー、広っ。瞬間にこのリビングルームの広さが半端ないの分かりますわ、はい、この辺は靴箱ですか、ええ、はあ、ここちょっとね座れる、はい、ソファーですよ杉野さん、ええ、座っていきましょう。ほら、はい、ほらここでね、はい、コーヒーなんか飲んでそうですね、ネットフリックスなんか見て、ええ、必要ですよ。靴をこう履きやすいためのちょっとしたソファー椅子でしょ。いや、これめっちゃいいわ。だって僕ね、子供とかやっぱ地べたで履いてるのを見ると、はい、やっぱこういう椅子あったらいいだろうなと思って。あ、そうですね、すごい思いますもん、いや、めっちゃいい。で、こちらテーブル6人掛けでいけるという、はい、これだって3ベッドルームですもんね。3ベッドルームです。3ベッドルームだとやっぱ6脚ぐらいあるといいですね、はい、鏡もあるんで奥行きがある感じがしますね、広さを強調してくれてる。そしてこちらがリビングの、はい、まあ、ソファーとテレビがある場所、家具もめっちゃ綺麗ですけど、はい、これまだ誰も触ってないです。そうですね、まだ触ってはいますけれども誰も触ってない、入居はしてないですね触らず入れられないから、ね、誰もさ、あの使ってはないという、使用はしてない。うわ、もうだってめっちゃ綺麗だもん。だから座るのやめる、やめた方がいいんじゃない逆に。これマジでお前がその初めての人になるのはちょっとあれだから、じゃあ浮かしましょう、浮かせて測りましょう、ええ、測るだけはやっぱ欲してるから皆さんが。いいよ、立ちで立ちで、6畳、せーの。いや、なんですよ、入学式の写真撮ってる祝入学広さ的には1、2、3、4、5ぐらいいけます。6ですね。 6!? はい、6いける。お前絶対違うじゃんこれでしょ
まあでも4人掛けたんですかね、こういう、うん、やっぱりさすがに2ベッドルームのお部屋のソファーよりは広いですね、さすがに広い、横は広くて、でこのテーブルもあれですもんね、ちっちゃいのが隠せるテーブル出します。分かった。あ、出た、すぎょうさん、はい、これは例えるなら、はい、何でしょうか。ネズミ花火。いやいや、どういうこと。どっちいいの、合ってんの、合ってないの。ネズミ花火。そこがネズミ花火でしょ、これ。ネズミ花火、うん、真っ赤で終わりますよね。そう、うん、そうよ、ちゃんとね、花火の中でも選んでるから、はい、杉本さんはいつもはね、線香花火、線香花火、線香花火って言うと思ったら、前回その線香花火で常に行くみたいな前は線香花火として捉えております。え、全部線香花火じゃん。はい、杉本さんと僕はね、線香花火で全部行こうぜっていう。そうです、はい、ネズミ花火。そうですね、今日はネズミ花火で。ネズミ花火のおしゃれですね。ほんとおしゃれ、めっちゃおしゃれ。マジで超絶新品ってことじゃない。いや、そうよ、それぐらいもう新しくて自分で剥がせる楽しみがありますよ、やっぱりね。自分でやりたいですもんね、みんなね。うわっ、網戸ある。いや、これね、はい、日本から見てる方はまあ網戸、いや普通やんって思うかもしれないですけど、ベトナム来るとないっすよね。そうですね、網戸マジでないんすよ。いや、これあるなしで全然違うから。だって本当家の中で虫が怖くて全開できないですもん、僕とか。まあね、うん、いや、すごい網戸があるの。じゃあそしてベランダ行ってみましょう。じゃあ、こー、景色すごいな、すごい開けてますね、はい。ここは奥が移築側ですか。そうですね、なので方角としては北側を向いてますね。そっか、あれビテックスコで合ってますよね。そうです、あれビテックスコの奥がランドマーク。はい、なるほど。あ、眺めいいっすね。こっからでもだから花火見れますよ。そうですね、ね、見れそうですね、うん。だからもう年末年始なんかは、はい、家では線香花火見ちゃって、ええ、花火見ちゃって普通に指摘されてるネズミ花火見ちゃって、はい、外ではもう上がっていいっすね。今からこうキッチン見るんですけど、こう壁とかのこの白くデザインがこうあるのとかもめっちゃおしゃれですね。なんかこだわりありますよね、はい、これめっちゃ綺麗、いいな、こういうのも。そしてキッチン広っ、これ広いっすね、はい、両方だもん。こうやってできますよ、もう料理料理ダンサーみたいな。もうこっち洗ったらもうこっち作って、で洗って、はい、料理して焼いてですよ。これすごいできる。で下も安定のすごい収納も多いですしね、両方に。でこれが、これなんですか。オーブンですね。オーブン、オーブンもついてますよ。これもね、新品の証拠。うわ、電子レンジも同じブランドで埋め込みで、もう無駄がないというね。え、これ何。食洗機です。出た、食洗機もある。こういった、ほらちょっとこういうのがあるだけでね、一旦洗ったの置いておいたりとか、はい、まあ、つけてなんかこうね、汚れ落とすみたいなこともできますもんね、はい。ちなみにこのゴミ箱ね、これゴミ箱自動で開くんですよ、これ。うわ、いや、すごい、これマジですごいわ、ほら。でれれれれ、でれれれ、でれれれれ、でれれれれ、でれれれれ。普段は何気ない日常が訪れてる毎日ですが、勝手に心の扉を。チャンネル登録、いいね、よろしく。どのタイミングでいいけど。はい。そして、え、ここなんですか。はい。洗濯機置き場につながってます、ね。あ、へえ。
普通に扉開けてよ。こっから入るやつじゃないですか。こうやってこうやってあのなんか高級料高級食材の売ってあるご飯屋みたいな。変な言い方。高級料亭とかいいのに。はい、行ってみましょう。で、洗濯もできますし、ここでなんか手洗いみたいなこともできるってことですよね。はい、そうですね、使用用途はいろいろありますね。はぁ、アップトゥユーです。英語使ってきたー。あー、まあ、ここで干したりもできる。あ、はい、でもあれか、乾燥機も。そうですね、乾燥機がついてますね。そっか、はい、いや、めっちゃいいな。ここマジで高級マンションです。選んだ方がいい。激安です。そしてこちらは、はい、スモールベッドルームですか。そうですね。あ、もうマジでめっちゃ新築の匂い。もう誰も入ってない汚れなき匂い、はい、スモールベッドルームの割には広いベッドですよね、はい、広いお部屋ですね。広いベッド、そうですね、はい、で高級感あるし、すごい。あ、弾力もいい感じですわ、これ。そして収納も広くなっております。こちらも2つですね。はい、いや、広い。これスモールベッドルームとしては本当広いな。で、ここにはね、鏡と台もありますし、で、景色も先ほど変わらず、こう抜けた感じ、地球がバルコニー。そしてここが、はい、あ、2つ目のスモールベッドルーム。ほぼ同じです、ね、同じですよね、はい、広さもほぼ同じですかね。そうですね、広さは先ほどのスモールベッドルームとほぼ変わらないと思います、うん。なんか乗せたりできるんですかね、この窓側に。そうですね、荷物を少し置きやすいと思いますね。ですね、はい、荷物置いたりしやすい。で、収納も同じぐらいあるし、はい、いや、スモールベッドルームもいいですね、これぐらい広さあると。こちらとこちらがスモールベッドルームですね、はい、で、右側にですね、はい、なんとストレージ、荷物置き場がございます。これだけ荷物置き場広がったら何でも入りますね。そうですね。この窓は何なんですか、これは。はい、あの洗濯機置き場に繋がってます。あ、なるほど、そこと、はい、なんか洗濯出し忘れたお母さんみたいなのを忘せるってことですね。そうですね、ショートカットが、ね、ショートカットできますね、はい、あ、そういう間取りの感じになってんだ。倉庫通り過ぎまして、はい、右側のこちらの扉を開けるとスモールバスルームですね。あ、これでスモールバスルームですか。はい、あ、広い。シンクも広いし、洗面台洗面台も広いし、で、見覚えがありますね。押したら、今僕、はい、未来行けるかと思いました。はい、そうですね、ちょっとアンドロイドではなかったですけど、アンドロイドではないけどライトがつくと、はい、はー、いい、おしゃれー。さあ、そして、はい、いや、だってスモールバスルームでこれめっちゃ広いっすよ、やっぱ。だって、行きますよ、杉本さん、行きますよ、せーの、ほらほらほら、ほら、腕伸ばしてるんですよ。そう、マジで伸ばしてるから。これ段差もあります。水がちゃんと入ってこないような段差もあると。この石の壁がものすごいおしゃれですね、うん、おしゃれですね。高級ホテルっぽい雰囲気があります、うん、てるてるなのは見ますもんね、よくね。でもこのちょっとざらついたデザイン性の高いのは確かに見ない。では廊下一番 奥ですね、机の奥、はい、主寝室です。はい、マスターベッドルームですね。広い。やっぱさっきの部屋より明らかに広いですね。で、ベッドもキングですよね、これはね。そうですね、幅180センチのベッドです。で、先ほどと同じようにこのクッション性のね、高いベッドなんで、すごい高級感。ここに、まあ、テレビとかも置けますよということですよね、はい、テーブル、鏡もありますと。で、ベランダもここもついてるんですね、ちゃんと。そうですね、リビングとマスターベッドルーム両方にベランダがついてます。網戸もちゃんとあります。あれ、あっちの奥、はい、こっちは何なんですか。はい、こちらは収納と、あとメインのバスルームがあります。めっちゃでかい。ここなんかウォークインクローゼットみたいになってますね。だから、そうですね。おお、明るっ。そっか、中にね、ライトが中にあるんですね。で、上もついて、すげえ明るい。
鏡も2つあるもん、こことここ。はあ。そしてこれもなんかすごい高級感ある。うわあ。やっぱ高級感あるところは浴槽ありますね。はい、測っときますか、杉原さん。そうですね。これはね、もうどうしてもやっぱ視聴者さんが求めるからな。求めちゃってるからな。ちょっとちゃんと測ってくださいよ、杉原さん。はい。はい。じゃあ一回ね転がってください。ちゃんと測ってくださいよ。はい。お願いします。はい、はい、幽体離脱離脱ボブスレー2人入っても余裕ですよ。そうですね。すごい長さがある、長いお風呂が、僕の自宅の、ね、実家のお風呂より長いっす、はい、めちゃめちゃ長い、比べようがないとかそれ言われたら窓もありますしね、窓換気できる、そうそう、はい、換気ができますし、シャワーもできると、はい、ここでできると。だってさ、すみません、これここもう一回入ってください。これね、スモールベッドのシャワールームよりもさらに広い、すごいですねこれマジで広いわ、はい、そっちだけ使うこともいけるし、そう、こっちの浴槽側でもまあ別に体洗おうと思えば、そうね、洗えます。シャワーのヘッドもあるしね、はい、じゃあここでちょっとですね、あのバスタブ使う上での注意点を説明させていただきます。はい、洗濯機置き場のところに給湯器がありましたけれども、はい、キャパシティが40リットルのものでした。はい、バスタブですね、お湯ためるときに大体200リットル使うと言われてますので、はい、まあ、継続的にここでお湯を出しているとですね、途中でお湯がぬるくなってきたりします。はい、なるほど。ですのでちょっと日本のようなですね、熱々のお風呂に浸かるっていうのはこの場合はできないことがありますので、はいはいはい、まあ、バスタブでゆっくり温かいお湯に浸かりたいという方は、その給湯器のキャパシティについても、注意いただく必要がありますね。プールですね、はい、天気は本当残念ながらなんですけれども、3階ということもあって、はい、やっぱ外から見えないっていうのがいいですね、そうですね、プールがね、そっちには子どものプールもありますしね、はい、はい、そしてサウナですよ、サウナ。うわ、めっちゃ本格的やん。めちゃくちゃ充実したジムあって、でバーベキューエリアめっちゃ綺麗だ。家賃を当てたらタダで借りれるコーナー。はい、やりました。はい、家賃を当てたら1ヶ月僕がタダで借りれるというコーナーでございます。めちゃくちゃ高級物件、高級コンドミニアム、プールもジムもめっちゃ綺麗でしたね、はい、でまだ未入居、家具もおしゃれ、3ベッドルームの130平米、はい、隣には日本人学校、はい、マジで立地もいいし高級賃貸、無事このしれっと座ってるこのカウンターもいいね。カウンターも実はね、先ほど言ってなかったんですけど、カウンターもあるんですよ。ここでね、つまみとか食べながらお酒飲んだりもできる、はい、いや、マジで高いと思うな。はい、来ました、行きます。はい、2700ドル、はい、何が含まれているというのを行きましょうか。管理費込みで2700で行きましょうか。え、あれ、ちょっとなんか、ちょっとあれれれれ、怖がってるいつもあの管理費込みの値段で出してます。怖くなってるよ、はい、あれ27億ビシャリ当てた可能性あるよ。これはだからその管理費を入れるかどうかのところまで来てるってことでしょ僕が。マジ二択やん。ちょっと待って、でも2700、いやでも、でも込みでしょ、込みで2700じゃなかったら結構端数になるもん、きっと。こませてよ。まあそうですね、端数はなしでいきましょう。そう、端数なしでこませて、ここはこませてくれ。端数って、うん、2700、例えば51の1がないとかじゃない。でも2750とかもないでしょ。50ドル単位、50ドル単位かい50ドル単位かい、怪しいよ。いや逆に今引き出してる可能性あるよ。そうね、情報。え、じゃあ管理費込みで2850とかにしとく。管理費全部込み込みで2850、管理費込み込みで2850ドル。さあ、はい、
正解をお願いします。はい、正解は管理費込みで2700ドルです。なんでやねん。ちょっと待って、マジやらせてもらえる、本当にやらせてもらえる。本当にミスった。おいな、お前知ってたんか。いや別に当てていいし。え、当てていいよ、当てたいよ、俺も当てたいよ、当てたいけどギャンブル弱いんだろうな。いや自分がギャンブルやらないのがやっぱりここで分かりますね。3ベッドのレイアウトがですね、いくつかありまして、はい、中にはですね、100平米ないお部屋もございます、はい、ただここはあの23階のかなり高層階のお部屋で、景色も北側の綺麗な方ですね、静かな方で、かつ、まあ3ベッドルームの中では広さが広いというところで、なるほど、そういうことか。そうか、じゃあ他のもうちょっとこうコンパクトな3ベッドだと、そうですね、もうちょっと安い、そうですね、はい、ここで、はい、エナーセットの方から告知がございます、はいはい、弊社ですね、北部の、ハイフォン、またハノイにですね支店を出店しましたので、ぜひそちらの地域でもよろしくお願いします。あ、はい、素晴らしい。それはもう売買も賃貸も、はい、オフィスとかの賃貸とかももちろんです、全て、はい、さらにですね、お二人には、まあ、将来的には、はい、ハノイ住みます芸人ということでこちらの動画撮っていただきますので、はい、やっと、やったぜ、行くぜハノイ、ハイフォン、ハノイもハイフォンもね、ああ行きたい行きたい。これからマジ日系さん来ますもんね、ハノイもハイフォンも。そうですね、盛り上がってきますんで、はい、皆さん問い合わせしてみてください、はい、というわけで、ハノイハイフォンもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいはい、そして他にも物件多数エナセスさんお持ちですので、下の連絡先の方に連絡してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。